サラザンマイは、マッパと、ラパントラックの共同制作による日本のテレビアニメで、ある。2019年4月から6月まで、フジテレビ、のいたみな枠にて放送された。少女革命ウテナ、バル、ピングドラム、ユリクマ嵐を手掛けた、生原邦彦によるオリジナルアニメ作品。2018年3月6日に、公式ホームページ解説、ツイッター公式アカウントと、 インスタグラム公式アカウントの作成、第1弾、ティザー PV が公開され、2019年の放送開始を発表。翌日、翌々日にニコニコ生放送内で放送された、少女革命ウテナの一挙放送後に、第2弾、第3弾のティザー PV が公開された。2018年5月17日、キャラクター原案に、イラストレーターのミニーの決定、また、 斉藤美咲によるスピンオフコミカライズ、レオとマブ二人はサラザンマを、奇数月は厳冬者の漫画雑誌、ルチルに、玉数月はウェブコミック、ルチルスウィートへ掲載されることが発表された。2018年10月5日より5週にわたって、ノイタミナ枠で放送されているバナナフィッシュの CM として、一人ずつメインキャラクターに焦点を当てた。 つながる PV が放送された。この映像作成には、モーションデザインアーティストの田島太夫が携わっており、アニメーションで描かれたキャラクター、デザイナー、お坂部渡るによるピクトグラム、実写で撮影された浅草の街並み、それらが融合した独特の映像で表現されている。2018年11月11日、池袋で行われた、 アニメートガールズフェスティバル2018の噴水広場ステージにてサラザンマイスペシャルステージを実施。イ原ハラ監督、欠品役のスワベ純一、MC として日本放送アナウンサーの吉田ひそのりが登壇し、作品の内容や制作現場の裏話などを語るトークショーを行った。2019年5月17日よりスピンオフコミカライズ、レオと、 マブ二人はサラザンマイとは別にコミカライズが連載。アニメ本編とほぼ同内容のコミカライズ作品。キャラクターゲ案を担当した右井による作画でウェブ漫画掲載サイトコミックブースとより配信される。作品のテーマはつながり、キャッチコピーは繋がっても見失っても。手放すな、欲望は君の命だ。で、PV 中でもたびたび使われている。 舞台は、東京、浅草。中学2年生の夜客一期、九じゆ陣内つばめふとしの3人は、ある日、突如現れた謎のカッパ型生命体、ケッピに出会うが、カエルと間違えたことで怒りを買い、強引にシリコ玉を奪われて、カッパに変身させられてしまう。元の姿に戻りたければ、ある方法で繋がり、ゾンビのシリコ玉を持って来いと言われ、3人は、 ゾンビの尻小玉を探す。アニメ、サラザンマイラジオ番組プレ、ザンマイと題して超、A&G にて配信している。2019年1月5日から3月30日までは、文化放送、超、A&G の A&G トライバルラジオエジソン内の箱番組として放送され、同年4月5日から超、A&G に移動して30分の独立番組へ、 移行したパーソナリティは、欠品役のスワベ淳一と監督のイ原邦彦が、務める。霊王とト新武ユルフア勤務日誌として、アニメ放送前の2018年11月11日から2019年3月31日までの、期間限定で、新生令王と悪アク新武の2人が勤務中の日常を、ツイートしているという形式で運営されていた、公式ツイッターアカウント。 前日の通り、当初は2019年3月31日までの期間限定と明記されていたが、6月14日放送の第10皿、つながりたいけど、つながれないの放送直後に、アニメ本編と連動する形で更新され、今まで投稿されていたツイートのログが消えていくという演出が行われた。アニメ本編のストーリーに沿って、すべてのツイートが削除された後は、 ツイッター名やアイコンなども消され何もないアカウントのみが残った状態となっている。あとに俺と新部の勤務日誌として2019年8月9日から12日に開催されたコミックマーケット96のノイタミナショップのブースにてツイッターのログをまとめた本も出版された。さらにサラザンマイ愛と欲望のステージのタイトルで 2019年11月28日から12月1日まで、東京、シアター1010 10、12月7日から8日まで、大阪、クールジャパンパーク、大阪 WW ホールにて上演。脚本、演出は、伊勢直弘が担当。ありがとうございます。